賞ください。劇場内およびボックスタウンの席内は全品禁煙、飲食禁止となっております。飲食される方は劇場エントランスで飲食を行ってください。また劇場内では携帯電話の電源は必ずお送りください。劇場内でのバッテリー充電を含めた操作もお断りいたします。公演を行っている劇場内は全ての録音、録画機器、撮影機器での録音、撮影を実施します。トイレなどで待ち退場するときは最後乗用のスタンプを手にさせていただきます。劇場入り口スタッフまでお申し付けください。最入場用スタンプをお寄せた場合、再入場できない場合があります。ご注意ください。何かご不明な点はお気軽にお近くのスタッフまでお尋ねください。本日の影穴は、見た目は清楚、中身は天真爛漫、豪快笑顔のココちゃんこと渡辺ココロでした。ココちゃん、
はい、最後お聞きいただきありがとうございます。皆さんこんにちは、私たちエンジャーズです。よろしくお願いします。はい、まずはナオミンから自己紹介お願いします。はい、はい、みんなメロメロナオミンです。今日も最後まで楽しんでいきましょう。ナオミンこと小島ナオです。よろしくお願いします。
ちゃあるはい、私はですね、学校結構上が高くてエレベーター、9階ぐらいまであるからエレベーターがあるんですよ。でもそのエレベーターがなんか押さなかったらすぐ閉まるやつで、はいはい、私毎朝エレベーターに挟まれてるんですよ。それ美穂がさ、ただ遠いだけじゃない。前の人がいつも開けててくれないから、なんかいつも毎朝挟まってるんですよ、私エレベーター。階段使ったら、階段ちょっと嫌ですね。エレベーター好きなんで。どういうことかな。じゃあね、奥さんが上がってくるの、私ね、あったんですよ、めちゃくちゃショックなことが。あの学校がちょっと早く終わってお昼で帰れるときに、ママがなんか 塩パンって分かりますか、今流行ってるパン。なんかシンプルな味なんですけど、めっちゃ美味しいパンがあって、それでサンドイッチを作って置いててくれるって言ってたから期待して家に帰ったんですよ。そしたらそのママがいて、食べちゃったよって言われて、まず1個目、ちょっと1個目、しょっちゅうだった。いや本当にね、もうね、あれね、ココロが食べようと思ったやつを、そうママが勝手にサンドイッチにして食べちゃってて、もうそれでもう壁を蹴りたくなるぐらいショックで、そう、私からするとすごい微笑ましいショックだなと。で、すっごくショックでね、もう寂しかったんだけど、それにお母さんがね、お仕事でその後出て行っちゃって、で、私お母さんと一緒に部屋を出たんですよ。そしたら、鍵を忘れて外に入れちゃったから、帰れなくなって、で、そう、ママが鍵を閉めて行っちゃったから、私鍵持ってなくて、で、入れなくって、もうお弁当買ったのに、帰れないから、もうどうしようもなくて、お母さんの仕事が終わるまで3時間あてもなくただ歩き続けて、マジか。そう、お弁当食べなかったの。あ、お弁当は、あのね、近くに公園があって、で公園でなんかハエさんがブーって来てるのに、一人でちっちゃい子が遊んでるのを見ながら、行けやん、家マンションなんですよ。あ、上まで入れるかと、いや上まで入ろうかと思って、誰か一緒にこうオートロック、そうね、開けてくれないかなって思って待ってたけど、誰も開けてくれなくて、しかもちょっと犯罪者に間違われたら嫌だから、そう、変な子がいるなって、そう、なんで鍵も持ってないのに入ってきたんだろうって思われたら嫌だから、そうなんです、めっちゃショックで、シーンってなっちゃったんだけど、シーンってなっちゃったから次行っていいですか。行きますか。意外とこの空気だ。ごめんなさい。じゃあ、ふぐちゃん、次の曲紹介してもらっていい？はい、次の曲は頑張る場合です。お聴きください。寂しい線取らしながら
コソクゾク。もう大丈夫。探すところから始まるのね。うん、じゃあ、うん、気になったやつ。気になったやつですか。内臓結構ずらしてる。ずるずるね。すっごい下までいってるけど。こゆりん、今回こゆりんは初衛星やったけど、みんなの初衛星のエピソードを聞いてみたい。なんか嫌な、ちょっと嫌な思い出なんか初めて飛行機に乗ったっちゃけど、その遠征で、はい、で、それも飛行機も怖かったし、あと東京行くの初めてやったっちゃけど、一人で街を散策せないかんくて、そう、悲しい思い出がありますね。ちなみにどこ行ったんですか。東京の渋谷と原宿。おなんか個人個人みんなで固まっていく。いや、なんかいろいろエピソードがあって、それは言えんじゃけど、秘密、はい、それがあって一人で回ることになって。寂しいね。うん、でももう慣れましたね。はい、ね、そうです。金子さんは。はい、私初衛星もう覚えてないな。思い出して頑張って。あ、そう、初衛星の一番最初の場所で知った衣装が着ぐるみだったんですよ。その一番最初の初めての東京で、なんか制服じゃなくて着ぐるみみたいな感じで、なんか不思議な感じで、しかも踊ったんですよね、着ぐるみで。で、そう、フードかぶって踊ってたら、みんなもう頭ぐしゃぐしゃでフード取れちゃってて、そう、すごい踊るのが大変なんだなっていう思い出があります。思い出せた。私は初めて遠征に行かせていただいたんですけど、はい、なんかもっと緊張するかなと思ったけど、あんまり緊張しなくて、なんかどちらかというと自分の生誕祭の時の方が緊張したんですけど、なんかエピソードっていうか、なんか一番インパクトに残ってるのは、なんかあの T シャツ作ったこととか。ありましたね。あれ、なんでオタクのふりしたの。あれ、いや、私はなんか別に名乗るようなものじゃなかったんで、なんか私はレイさんの愛を語ってたんですよ、あのお店の方に。すごいね。そしたらなんか、いや、なんか HR っていうグループが福岡にいてですね、そのセンターの安田レイちゃんっていうか、めっちゃ可愛いんですよみたいな語ってて、わー、はい。で、そしてなんか私、まさかレイさんにリツイートされると思わなくて、私もね、自分の名前入れて検索しようってなったら、見覚えのある人がおって、写真撮られとったけん、これはリツイートせなって思って一瞬でバレましたね。嬉しいです、はい、でも着たとこ見たことない、まだ。いや、私昨日着てたんですよ。そしたら見たことあるか。あ、でも私いや、見たことない。あるじゃん。東京で着とったね。はい、大阪の時の私服の私服の時にその T シャツを着ました。一緒にいましたよ、お姉さんも。そう、見た見た。じゃあ次の人。じゃあ次探すね、だいぶ。めっちゃどれがいい、うん、どれがいいかな。お、あ、トイソルジャーのカップリングで好きな曲は。お、あ、あ、あります。お、ごめんなさい、2個あるっちゃけど、はい、2個ある。ほんとんどない。はい、じゃあ1個にしよう。3つしかないね、カップリング。かわいそうだから1個にしよう。スマイリーデイズが好きです、私は。おお。曲も好きやし、歌詞も好き。おう。まあ、うん、じゃあ、スマイリーですね。そこにはお前。はい、私はね、そばで言ったやつ。あ、そう、それともやっとったじゃん。あ、そうだった。私も。いや、ここにいるも好き。そう、そばで言ったらね、これが好きです。あー、なんか、そう、ゆらゆらするところが楽しいなって思って。あ、はい、私は、ここにいるはダンスがめっちゃ激しい曲なんですけど、でも、トイソルジャーがやっぱ一番好きです、私は。カップリングじゃない。カップリング。カップリングだけで。そうだった。
かメンバーが。で振り返りの時が一番好きです。後ろ向いて、ああ、なんかフルチェックね、うん、はい、そこです、はい、みんなそれぞれ違うね、うん、そうですね、うん、それぞれいいところがあるということで、はい、次の質問に進みましょうかね。すいません、うん、じゃあこのペースでは3つぐらいしか答えられない。結構最近だよね。そうそう、行きますね。最近の楽屋の雰囲気マジか。なんか難しくないですか。難しいですか。どうだろうね。なんか、うん、騒がしい。騒がしい。いつもですね、変わらない、はい、いつも騒がしいです。やばいやばい。はい、はい、次、はい、はい、次はなんか尾形さんからリップが来てます。最近よくテレビ、よく見るテレビ。はあ。アビーバー。アビーバー。いや、見える見える、もちろんね。それは見えるけど、他のやつよね。他のやつ。それはもちろん大前提としてアビリバボは見てる。まず絶対見てる。そして他の、他によく見るテレビは。なんか見よる記憶がないね。見てない。え、家で何しよるかな。でちゃん、なぞっちゃん、いつも何してるんですか。気になります。え、いつの間にか一日が終わって。何してるんですか。わかんない。なんかツイッター見よるよね。そう、ずっとツイッター見てたらいつの間にか一日が終わってます。だからテレビとかあんまり見なくて、なんかいつも見る時間はなんか見たい番組はちょっとレッスンの時にちょっと被っちゃってて、あ、なんでいつも見れるのが NHK しかなくて、そう、だからなんかいつも花かっぱとかお母さんたち、そう、かわいい、見たら合ってるだけ、見たら合ってるだけ、ドラえもんとかさ楽しみにしとるもんね、いつも。かわいい。それがレッスンと被っちゃってない。じゃあレッスンがない日にはテレビをちょっと見てみましょう。ドラえもんを見ましょう。だったんですけど、答えていただいてありがとう。答えです。いつもいただいてありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の曲に行きたいと思います。続いての曲はアリスの時間です。
れたんだけど、まあ1回目の公演見てくれたりとか来てくれた人は分かる通り、あんまりにもひどいので、そうなんやね、そうひどいから今日はレイカにちょっと助けに来てもらって、別々
にやっちゃって大丈夫かな。あ、じゃあ分かった、個別面談会の後の公演にしますか。じゃあ、おお、似合わんかったって言われたけん、もうやりたくないって思った。なんかするために言われるよね。なんか、なんて、そう、奈々ちゃんもちょっと、最近はいじられたらみたいな、いじられたらみたいな。そう思った、なんか最初の方は、なんか本当にちょっとクールな、クールな、クールなお姉さんみたいな感じだったのに、だったのになんかいつまでかこんな言われて、食べる、寝る、印象なしみたいな。後輩も知られるし、私つらいです。最初ね、奈々ちゃんめっちゃ怖かったよね。一番同期の中で怖かったんですよ。じゃあ最初の印象話そう。最初の印象いいよ。じゃあ奈々ちゃんは、うん、ちょっと黒くて、その時、うん、初めて会った時服も黒かったんですよ、うん、真っ黒でよく分からなくて、うん、ちょっと血青丸い顔してて、その時めっちゃ怖かったんですね。だって初めて会ったのがここやったしね、壁も黒かったけどね。今じゃね、なな、おい、おい、おい、ね、ね、ね、ちょっと、なんか雑に、はい、私がレイカに対する印象は、うん、覚えてないな、いや、正直に印象がなかった。あー、本当に？いや、本当に結構影薄かった。いや、なんか9期生ってオーディションがなんか面接が2つのグループに分かれてたんですよ、うん、で午前の人と午後の人だったから、ね、全然合わなくて印象はないんです。顔合わせみたいな時に、うん、なんか説明会みたいな時に初めて会って、そう、誰これみたいな、誰これみたいな、午後の人かな、午後の人かなみたいな、誰か分からん状態です。以上。以上、うん、印象ない、ない。じゃあ最近感じたことは、いきなり飛ぶけどね、最近感じたことは、なんかレイカって結構器用に何でもこなしそうな感じするじゃないですか。うん、器用よ。けどめっちゃ雑やった。何が？まあ、昨日、うん、ツイッターに主語がない、あ、主語もオチもないんで、あの心を結構強くして聞いてもらわないといけないんですけど、広いところで、ね、昨日お鍋ってツイートしてたじゃないですか、2人とも。あれ一緒に食べたんですよ。そうそう、でレイカが作ってくれて、私は食べるところを片付ける係なんですよ。ああ、食べる係なんですよね、この子は。そう、食べる係で、うん、で、なんか結構綺麗に作ってくれるのかなみたいな思ったら、切って、仕込んで、終わりみたいな。いやいや、なんか大丈夫、結構、でも見た目があ、こんな感じなんやと思って最近ちょっとショックを受けた。辛いな。いやいや、でも鍋って切って煮るだけじゃないですか。違うよ、だからちゃんと見せ方とかあるやんか。ごめん。
私1回目公演もアンコール MC だったんですけど、はい、1回目公演もアイドルの話したんですけど、うん、なんと2回目公演もアイドルの話します。アイドルの話っていうか自分の中でこだわりを持っていることを話そうかなと思って、HR は Twitter と、アメーバブログと DNA メールと、マメール4個ぐらい、あの SNS をやってるんですけど、毎回違う自撮り写真を載せるんですよね、そこに。そう、同じの使う子もいるんですけど、よく困って分かんないだろうと思って3回ぐらい載せたりするんですけど、でもそれでなんか今も多分裏でやってる子いると思うんですけど、毎回そうすごい撮るんですよ、すごい数の写真を、それでなんかその自撮りの写真のこだわり、こだわり、なんか角度とか、顎とか、顎とかとか話そうかなと思って、レイちゃんは上手だから後で。本当ですか？私ですか？コリンちゃん、私あんまり人と比べて自撮りしない方だと思うんですけど、しないから同じだったんじゃないの？なんか一番大事だと思うのはやっぱ光の加減ですね。光の加減、ちょっとぼやける感じがいいかな。ミホの自撮りぼやけてるよね。外出がぼやけてる。でもなんかいつも言われるのが同じ顔、毎回同じ顔だねって言われるんですよ。でも逆にナオさんとか、 なんか毎回違うような顔なんですけど。でもなんか私は割となんか NG がない、 NG がないっていうか、もう撮ったら撮ったやつ全部載せるんですけど、選別するメンバーもいるんですよ。セアちゃんとかね。ダメだったらもう一回撮り直すもう一回やってるんですけど、そうだから割と何でも載せれる、何でも載せれますね。何でも可愛いよ。なんかミオ、何なのあの人何なの、なんかミオは絶対なんかニヤって笑ってる顔、それこの顔となんかこれしか載せない。今日は怒った顔とか載せてみたら、載せちゃうけど、レイキャンはすごいなんか加工をうまくして可愛くアイドルみたいに。待って待って待って、一応アイドル、一応アイドル、そうなんか、そうアイドルでアイドルな感じの消し方とかしとるけん、時間があるけん、時間に余裕があるから、余裕にないよそれとか、すごいと思う。なんか毎回毎回ある？あ、こだわり。なんかけどこの前思ったのが、すごいポッキーの日に学校にノリノリでポッキー持ってって、なんか動画とかいっぱい撮ってもらったり、写真とかでなんかちょっとポッキーこうやってやってる写真とかを撮ったんですけど、自分のツイッターに流れてくるアイドルさんのなんか
ポンキー一緒に飛びようみたいなツイートが可愛すぎて、なんかもう恐れ多くて自分の乗せなかった。確かにね、ポンカー、いや、ポンキー、いや、正直セラちゃんが乗せてた動画見て、なんかもう一瞬ね、あ、もうやめよっかなみたいな。その後に私がフォローしてる NMB さんの白まみれがもうちょくそかわいい動画をしてて、もう無理みたいな。この、で、私をフォローしてる方って多分48グループの方も好きな方も多いと思うから、うん、絶対ミルルフォローしても無理やんと思って。そう、ポッキー、そうなんです。もうポッキーのね、ヒーのなんかタグとかも使えなくて、もうポッキー終わった寝ちゃった。そう、周りの人、なんかその行事ごとだったら周りのアイドルさんとかメンバーのツイートを気にするかも。確かに2番線にはないよね。そう、見ようかもしれない。結構だから、なんか行事とかがあったら1番にツイートしようと思って。そしたらもう取られないじゃん。好きなアイドル、クリスマス、クリスマス、クリスマス、何やろ、クリスマス。はい、一番最初にヒゲつけて、ヒゲの写真とかで一番最初にね、載せようかなと思って。きっと先にやられちゃうんですけど、ぼーっとしてたらもうやられたみたいな。見ました、みんなアイドルさんのポッキーの動画とか。見た、結構いますね。誰が可愛かったですか？レーターが筆ペン持ってた。連続ポッキーは、連続ポッキー、低速、減速、高速、あ、キャンさんですか？あ、レーターの高速、あ、そうだよ、なんかね、低速ポッキーって言われたんやけど、あの、高速ポッキーができるんですよ、私。そう、いいよ、それ。じゃがりこみたいな。そうそう、コココココって。すごい。めっちゃ得意なのに。じゃあ動画アップしてください。できない。いや、やらないですよ。じゃあ、その前に、来年ね、高速ポッキー。なんかね、プレゼント for you みたいな動画が多分上がると思うので、いろんなところで、他のアイドルさんのことは見らずに、HR のメンバーの動画とかもたくさん見る。私も見てるんですけどね。皆さんは浮気しないでくださいね。それではみんなが出てきたので、次の曲、アンコールの曲に行きたいと思います。アンコールの曲は、お久しぶりのチェリーチェリーピッキングとトイソルジャーです。まずはチェリーチェリーピッキングから聴いてください。
だったんですけど、皆さんこの曲もちゃんと覚えてますか？初めて聞いたよって方もいますか？チェリーチェリー、地味に手を挙げてありがとうございます。トイソルさんもそうなんですけど、エイトラにはたくさん曲があるので、いい曲ばっかりなのでね、もっともっと公演でたくさん歌っていきたいと思います。そしてオリコンウィークリー9位もありがとうございます。